古山池は、鳥取県鳥取市北部にある奇水湖である。なお、地とつく湖沼の中では、日本最大の広さでもある。島湖として、島根県の人材湖がある。湖山池は、鳥取県内では、中海の次に大きい湖庄で、古代に日本海から湾流した場所が、砂丘の発達や体積により海と分離されてできた、海跡湖でもある。大小多数の小島が浮かぶ。 最大の島のタオには、湖岩から加強されており、桜の木が多数植えられた道路で、徒歩や自転車により一周することができ、キャンプも可能。数本の河川が流入、湖山川によって、日本海と結ばれており、鳥取市郊外の行楽地の一つとなっている。同市水戸地区では、全国的にも、珍しい石が、魔漁が、陶器に行われ、 石の隙間に潜む魚を棒でつついて追い込み捕獲する巨峰で県の指定向け民族文化財に指定されている。地元の自治会や NPO が保存に努めていて、漁期間中には石が、まあ、祭りも行われる。姉妹子の人材子同様、しじみもよく取れる。広大な水田を有していた長者が、日没までに田植えが終わらなかったためセンスで夕日を招き返して、 田植えを終えたが、人夜明けると、田は、すべて池に変わっていた、という、古山長者の伝説が知られている。古くから明けた地域であり、沈太を周辺には、縄文時代から、弥生時代にかけての遺跡が、また、戦国時代には、東側の後半に、稲橋御所である伏天神山城が置かれ、西側の後半に突き出た半島には、黒人領主の吉岡氏の居城だった。 すずらお嬢が築かれた。最寄り駅は、JR 山日本線古山駅、末常駅、それに1995年7月27日以降、鳥取大学前駅が加わった。また、鳥取大学前駅、末常駅の間では、車窓南に小山池の美しい風景が見える。ちなみに、反対の海側は松林である。2013年3月、アザラシが発見された。 2012年3月に水門が全面開放となった湖、山川を通じて日本海から入ってきたと考えられる。2014年10月19日、約30年ぶりに遊覧船の運航を再開。ありがとうございます。